皆さん、こんにちは。メディアウォッチャーの笠子と申します。フジテレビ、ザ・ノンフィクションですけれども、泣かないでアコーディオン、シングルマザーの大道芸人ということで、今回の内容を紹介していきたいと思います。大道芸人の安西のりえさんという方、コロナで、大道芸人の、収入が激減して、月の収入が1、2万ということで、コロナ禍で苦しい中の、お子さんとの、生活を密着したものなんですけど、ひどいですよ。結局、国からお金もらって、自分じゃ何もしないっていう、ただそれだけの話なんじゃないかなっていう感じです。まず大道芸ね、当然コロナでイベントがなくなってるわけです。で、収入がなくなってるわけです。だったらバイトすればいいじゃないですか。バイトはしないと。で、頼れる実家があるんですよ。しかも、実家ですごい田舎に行っちゃったらね、都内の大道芸できないっていうのはあるのかもしれないですけど、川崎のすぐそばに頼れる実家がある。じゃあそこにコロナで厳しいからって、そのコロナの間だけは実家に行けば家賃とか浮くわけじゃないですか。でも頼れる実家には帰らないと。で、コロナ禍になったら、じゃあオンラインでね、大道芸を例えば、発信して投げ銭もらったり、ライブ配信アプリとかも流行ってますし、動画も流行ってるし、TikTok とかインスタライブとか YouTube ショートとかってやればいいのに、そういうこともね、やってる様子ないんですよね。一応、ネットで検索しましたけど、アメブロ、ツイッター、それから大道芸じゃない YouTube ぐらいしかやってない感じですね。他にあるかもしれませんけれども、で、結局、時々、コロナ禍でもある公演とかイベントでの、大道芸をやると。だけれども、結局、天候などで人数左右されてしまう。当たり前っちゃ当たり前ですよね。大道芸ってそういうものですよね。いや、だからやり方がそもそもおかしいんじゃないかと。だから先ほども言ったように、ただね、公演に行きました、大道芸やってます、でも今日風が強いです、人来てないです、雨降りました、中止ですってやったら、お金入らないわけで、そうじゃなくて、TikTok とかインスタとか YouTube ショートとかで動画配信してファンを集めて、で、今日この公演でやりますって言ったらいっぱい来てくれて、そして投げ銭がもらえるって、そういうことをやらずに、公演に行けばなんとかなるって思っている、その時代遅れの感覚がもう本当になんか見ていて腹立つんですよね。いや、なんで腹立つのかっていうと、みんなこのコロナ禍で今までのやり方が通用しなくなって、こういうことで頑張ってうまくやってる人っていっぱいいるわけじゃないですか。この人、見る限り何もやってないですよね。いや、ただ公園に出て、人がいませんでした、今日は人が多かったです、いや、そうじゃなくて、人が自分で呼び寄せるようにネットで集客しないとっていう、そういう様子がね、全然見られないんですよね。で、結局、すべて他人頼みだと、イベントのオファーを待ってます、出演のオファー待ってますと。で、イベントがなくなりました。仕事がなくなりました。国から給付金もらって生活してます。でもバイトしたくないですとかっつって。いや、だったら自主開催でイベントやライブやればいいわけですよ。自主開催だったらいくらでもできるわけですよ。その大規模なイベントじゃなければ。で、それでちゃんとチケット制にしてお金をもらえばいいのに、大道芸にこだわり続けているということですね。ということで、今回本当になんか腹が立つっていうか、腹が立つっていうのは、結局みんなこの2年苦労してるわけですよ、コロナで。で、みんないろいろやり方変えたり、ネット発信頑張りしたりしてるのに、この人は税金だけもらって、今までの生活は変えずに、いや、結局コロナになってもやり方変えずに、今までのやり方で、にこだわって自費になりましたっていう、こういう人も多いんだろうな。だからなんかその、こういう人がいるから、だから補助金なんかあげちゃまずいんじゃないかみたいな議論が出てきちゃうわけですよ。ちゃんと自分で必死にやり方変えてうまくやってる人は、コロナ禍でもね、例えばね、TikTok とかインスタとか、そういうものでね、うまくやって収入を得るとか、ね、そういうもので集客するとか、ね、公のイベントが中心になってもオンラインで稼ぐとかって頑張ってる人がいるのに、やり方変えずに、遊んでるだけで、それで補助金もらって税金もらって暮らしてるっていうのは本当に腹立つなと。やり方変えろよっていう、でもこういう人は、世の中にいっぱいいるんじゃないかなということで、これぜひね、皆さん、コロナはもう言い訳にはできませんからね。もう2年も経ってるんですから、コロナに合わせてちゃんと自分の時代に合わせたやり方を変えていくという意味で、この人の悪い例を参考にですね、自分自身もこうやり方を変えて、今までの
ね、こだわりや今までのやり方を変えていかないと、時代についていけずに稼げなくなりますよっていうことなんじゃないかなと思います。あとはね、今回そのまだお子さんが4歳とか5歳ですから、一緒に連れて行って子供が可愛いから投げ銭くれるかもしれませんけれども、子供が小学生になったり中学生になってついてこなかったら、これ投げ銭ももらえなくなりますよねってことで、なんか結局なんか他人頼みなんだなっていう印象でしかなかった、ノンフィクションなんじゃないかなというふうに思います。